もしもーし。はい。もしもーし。お疲れ様です。お疲れっていうか、なんで来てないの？いや、ちょっと行けなくて。え、どういうことなの？だって、お客さん来てるよ。僕は今日なんか行かない方がいいかなって。いやいや、誰のイベントなん。それでコンってお前どういうことや。お前やめるんか。ナンバーナインに所属する神楽ニアのバースデーイベントを密着すべく、ニアの自宅へと向かったスタッフ。しかし電話でのお客様との喧嘩により、ニアは出勤する気力を失う。うん、ファミリーいるよ。売り上げもうさ、かかってるから普通に呼ぶでしょ。それに俺のお祝いだし。どうせ潰れんじゃん。じゃあ意味が分かんないから。で、そんなこと言うんだったら、じゃあもういい。やらんでいい。もういい。タワーやらんでいい。そんな変な気持ちのあるやつにタワーされても、こっちは気持ちよくねえよ。じゃあね。じゃあ出勤もしない？出勤もしたくないよ。だってこんな日。最悪や。なんか申し訳ないけど。とりあえずじゃあ外行きます。あ、オッケーです。なんか外行きますわ。はいじゃない。いやもういいって、俺の会は別にいらんよもう。いやいいですよ。いらんって誰も。だからついてこない。いいって言ってる。密着される気分じゃない。出勤する気のないまま外へ飛び出したニアだったが、スタッフの交渉は通じることなく、ニアはスタッフの前から姿を消したのだった。その後ニアを探すことしばらく、スタッフはついにニアの姿を見つけた。ちょ、ニアさん。お逃げなきゃいけない。いや、遅っ。なんすか。なんすか。遅ってなんすか。なんすか。なんすか。え、なんすか、なんすか、なんすか。いや、さっきのところ待っててください。パチンコ屋からやけな。いや、違うんですよ、別に。今向かうところでした、かっちゃんのところに。全然違う出口から逃げたい。いや、違うけど。そうだっけ、そう、いや、違う。終わったら、聞くって言ったじゃないですか。いや、だから行こうとしてたじゃん、今、こうやって。こうやって。なんでここにいる。めっちゃ探したっすよ。いや、俺もかっちゃんのことめっちゃ探した。連絡してください。あ、もうか、なんか。それで、なんか別に、いなくなるあれじゃないから勘違いしないでほしいよ。いや、よかった、よかった、行ってよかった。よかった。行ってよかった、ほんとに。見て行きましょう。ちょっとね、あ、そういえばあそこの、はい、この店。遅い。遅っ。だからな、遅っ。走るの苦手だしょ。遅いって。いや、走るの苦手だ。いや走るの苦手だもん、仕方ないじゃん。普通捕まえんなよ。普通そのまま。あまりにも遅いから捕まれるんですよ。普通捕まえないでしょ、なんか。いや、遅いから。そういう、なんかこいつ悲しいんだろうなって時に捕まえないでしょ。捕まえる。やばいでしょ、ほんと。じゃあ一回止めますね。うん。スタッフが転倒してしまい、ニアは再び失踪してしまった。その後、イベントの主役のニアがいないまま、スタッフはナンバーナインへ。そこには150万を超えるシャンパンタワーがすでに建てられていた。先ほど電話で喧嘩をしていたお客様も一人で
お店へと来店していた。今担当は連絡つかないで。そう、まあ、もう一回連絡しています。でも、テレビとは思います。一応プライド持ってます。僕にもう1年以上付き合ってきて、1年以上の付き合いがあるということもあり、お客様は最後までニヤが来ることを信じていた。皆さんすいません、お疲れ様です。今日ニヤさんの密着で入ってるんですけど、はい、そうですよね。さっき外で撮って、はい、姫と揉めて、はい、なんか出勤したくないってなって、はい、ニヤがニヤさん、はい、途中であの交渉したんですけど見失っちゃったんですよ。はい、だからまだ来てないっすね、ニヤさん。帰る連絡は？いや、ついてないです。ついてないの？はい。マジでもうこの時間やんけ。そうですね、うん、9時過ぎてますね。え、どうすんねん。え、ちょっと電話してみようか。僕も電話したんですけど出なくて。うん、ちょっとすぐ連絡してみますわ。スタッフの説得だけでは限界があるため、準代表に説得をお願いした。もしもし。はい。もしもし。お疲れ様です。お疲れ、お疲れっていうか、なんで来てないの？いや、ちょっとあの、行けなくて。え、どういうことなの？あれだって、お客さん来てるよ。はい、うん、トラブルがあって。はいじゃなくて、わしにも連絡ないやん。どういうことなん？いや、ちょっともうちょっとしたら連絡しようかなと思ってたんですけど。いやいや、おかしいやろ、順序が。もうだってお客さん来てんだってば、待たしてんだって。あ、はい。いやでも多分僕は今日なんか行かない方がいいかなって。いやいや、誰のイベントなん？あ、いや、僕ですけど。うん、だろ。で、お客さんも待ってるから早く来てちゃんと話せ。いや、嫌じゃねえって。うん、何がしたい？いや、もう正直今日いいかなって思って。いや、意味わからんやろ、誰のイベントなん。お前だけじゃなくて、うちの従業員も全員がちゃんとお前のために今日来るのよ。それでコンってお前どういうことや。まあ辞めるんか？いや、辞めたくはないです。だろ。じゃあどうするの？逃げてどうなるん？逃げてるつもりはないんですけど。いや、もうそういうことや。どうしたいん？いや、僕はなんか気持ちよくタワーをしたいな。ああ、当たり前や。どうするの？早く来いや。はい。ああ、で、早く来てちゃんと話し合いをしなさい。わしいつも言っとるやろ、なんかあった時は絶対話し合えって。はい。話し合ってはいるの？だろ、だから早く来い。はい、分かった。分かりました。うん、じゃあまた後で。分かりました、すいません。ありがとうございます。すいません、わざわざ交渉してもらって。じゃあちょっとこのまま待ちますね。そうですね、ごめんなさい、せっかく来ていただいて。激怒した純代表、果たしてニアはお店へと現れるのか。その後しばらくして、お客様は話し合いのため店の外へ。そこについにニアが現れたのだ。え、さっきの。次回、神楽ニア密着最終回。そこには様々な思いの詰まった涙のシャンパンタワーが。